この5つの区、大阪市を5つに分けて選挙で選ばれた区長を置けばみんな競い合うんです。必ずそうなんです。例えば今ね、大阪維新の会で5つのチームを作りましてね、大阪市内を5つに分けました。大阪維新の会の議員を5つのチームに分けましてね、みんな今競い合ってます。この中央区、難波を含めたね、中央区はね、例えばなんです、こんな案が出てきてます。天王寺駅から東北線の中突っ切ってね、難波まで LRT っていうね、次世代型のこの路面電車、これを走らせようという、こういう案も今出てきてます。それから例えばこの中央区、新しい中央区ですよ、今の中央区、今の西区、今の天王寺区、今の浪速区、今の西成区、これを合わせてね、新しい中央区になるんですけども、なんとこれね、大阪で一番学校の数が多いんです。これ小学校、中学校、高校、これね、全部ね、これこの新しい中央区の中にギュッと集まってる。これはね、この難波、この浪速区も含めてのね、この新しい中央区の特徴なんですね。ですからね、新しいこの大阪の中央区は、まあ、この今の中央区、今の西区、今の天王寺区、そしてここ浪速区、そして西成区、これを合わせて新しい中央区として、大阪の中で一番文教都市、要はね、その学問をね、みんながやっていくような、子どもたちが勉強をやっていくような、そんな街づくりをしていこうというのが、この新しい中央区のね、あの街づくりの戦略です。そしてね、西成、まああの隣の西成、確かに課題はいろいろあります。これはね、高度成長時代、大阪の労働者、まあ、大阪の労働力を確保するために全国から労働者を集めました。でそこのね、日雇い労働者の皆さんとかそういう方々をね、まあ、この西成区の方できちっとこう世話をするという形を取ったのがね、まあ、あの西成の愛林地域のまあ元の始まりですよ。でそこに課題がいろいろあることは十分承知してますんで、今いろいろとその解決策を考えていますが、ただ今までの大阪市役所のままだったらね、西成問題は全く解決しませんでした。解決することもないでしょうね、今後。なぜかといえばね、大阪市役所からすれば西成というのは一つのちっちゃな地域にしか過ぎない。ところが今度大阪都構想になって、今の中央区、今の西成、あ、今の西区、天王寺区、浪速区、西成区でね、一つこの新中央区として独立することになると、今の西成の問題を放っておけないということになるんです。だから大阪維新の会のメンバー、新しい中央区のメンバーはなんとですよ、この西成区役所を新しい中央区の区役所にすると決めました。こんなことね、今までの大阪市役所、大阪市議会では絶対にこんなこと決められませんでした。だから今度はね、新しいこの中央区の拠点となる区役所は今の西成区役所になります。でもご安心ください、今の浪速区役所、西区役所、中央区役所、天王寺区役所、これはそのまま残ります。今の住民票の窓口業務とかそういうのは今の区役所でそのままやりますから、これはご安心ください。ただ中心となる区役所は西成区役所にする、そして今の区役所はそのまま残して、住民票の作業とかはそのまま今のまんまやりますけども、西成をね、ある意味官庁街にしようというのが新しい中央区の、まあ、戦略でもあるわけなんですね。そして大阪全体を考えればね、大阪府と大阪市を一本化することによって、例えば今ね、梅田の方の開発どんどん進んでます。それからこの湾岸地域、今度カジノを含む統合型リゾート、世界の中でもナンバーワンのリゾート施設を今この夢洲の埋め立て地の方に持ってこようとしています。それから大阪城も民間の方に開放してね、これあの新しい大阪城の運営の仕方やってます。まあ、今どんどん民間のイベントがね、あの大阪城の庭園で行われています。これは今までできなかったんですけど、今新しい観光の拠点になってます。アベルの開発は今進んでます。そしてから中之島の開発、近代美術館を作ることも決まりました。これにね、あと天王寺動物園、まあ、先ほどもありましたけども、天王寺動物園も大々的にね、リニューアルしていきます。こういうことを大阪府と大阪市でしっかり力を合わせてやっていこう。今までは大阪市と大阪府がバラバラなことをやってたんでね、こういうことが進まなかったんです。これを
大阪全体で、まあ、大阪府大阪市合わさって世界に通用するような大阪を作っていこうということでね、こういう成長戦略もしっかりとまとめました。